ジョン・ゴムはイギリスのシンガーソングライターである。一本のアコースティックギターで、ドラム、ベース、主旋リス等の音を同時に演奏し、ブルース、ソウル、ロックからメタルに至る様々なジャンルの楽曲を発表している。マイケル・ヘジスより多くのインスピレーションを受ける。三つのソロアルバムを発表しており、2004年からはフルタイムで全世界でツアーを行っている。 ギターマスターツアー創設者のプレストンリード、アンディ・マッキーと共に同ツアーのメンバーとしての参加多数。2歳よりウクレレを始める。クラシックギターのレッスンは4歳で始め、12歳からは故郷ブラックプールで音楽評論家の父に伴いブルースのライブへ同行。10代ではロックグレーツスタイルでエレキギターを弾いていた。 高校卒業後、オックスフォード大学英語科に在籍していたが、ロンドンにある、ザ・ギター・インスティチュートに行くため、同大学大学。ロンドンでは、カフェバーでのジャズを演奏、セッションギタリストとして、レコーディング、ワーキング・メンズ・クラブスで、ラインダンサーたちのためにカントリー・ミュージックを演奏するなどして、学費を含め経済的に自立。その後、ヨークシャー・シューリーズにある、 リーズ音楽大学でジャズを勉強するためリーズへ転居、現在に至る。ソロパフォーマンスはリーズで開始。アコースティックギターの音の可能性を広げた。ギターの側面を叩いて、スネアドラム、ベースドラム、ボンゴなどの音を、弦のリチューニングで、ベースの音をギターのハイハー,ーモニックス奏法で、シンセサイザーのような音を表現。これらの奏法を、 自身の楽曲の中で演奏するほか、長年歌ってきたブルースを自分のスタイルとして取り込んでいる。音楽的にはマイケル・ヘッチスの影響が強く、アンディ・マッキー、エイリック・モングレインだと共に超絶技巧ギタリストの一角を担う。上腕に入れたタトゥーは、ミハエル・ヘッチスのアルバム、オラクルのカバーデザインに由来する。ジョン・ゴムは、いわゆる音楽業界に入るのを嫌っており、 チェーン系の会場や企業をスポンサーとしたフェスティバルでの演奏を避けて活動している。近郊のビールパブや劇場、アートセンターなどでインディペンデントプロモーターの協力を受けての活動をおもとする。彼自身によるパフォーマンスに加え、トミー・エマヌエル、ニック・ハーパー、ボブ・ブローズマンらと共にライブにも出演。ザイタリアン・ナショナル・インター・フェスティバルやザガー・ファース、アーツ・フェスティバル、 ザロンドンギターショーアット、ウェンブリーアレーナなどのフェスティバルでも演奏している。活動のメインは、UK やヨーロッパ。2012年2月、パシャンフラワーの演奏が、ニュースキャスタースティーブン・フライのツイートをきっかけに、デイリーメール、デイリーテレグラフ誌に取り上げられる。これをきっかけに、2012年より、t v 番組の出演が増え、世界中でのライブ活動を実施。 チャカカーンのエインとノーバディをカバーし、好評を博す。2013年11月、プレジミュージックのキャンペーンで4週間という短期間で100%リスナーによる出資が集まり、新アルバムシークレットノーバディキープスをリリース。世界中のファンからの強い支持を決定づける。このアルバムタイトルは、ソーシャルネットワークの力とスティーブン・フライのコメントへの感謝を込めて付けられた。 プレジミュージックキャンペーンでの成功は大変嬉しい。私がソーシャルネットワークに偏りすぎているという人もいるが、ネットのおかげで友人やファンからの支持が増え、激動の人生になったとジョン・ゴムは述べている。ジョン・ゴムのファーストアルバムは自身のレーベルから2003年に発表。全トラックはシングルテイク、多重録音ではない。 全曲、ジョン・ゴムの作品、ウェーティング・イン・ベイン・クロックアーク、エッチ・ステューピッド・ブルーズ・レス・ツー・ユー・ヘイ、チャイルド・ハイ・アンド・ドライス・ワロー・ユー・ホール、バタフライ・ハリケーン・ハッピー・ルーム・クレイジー・ジョニー、ウォーター・ホール・ウォーター・ホール・アフター・グロー、テンポラリー、グロリア・トッペからベップ・ルーフ・サレンダー・レスキュー、ソング・ザ・ウェザー・マシン・ウェイク・アップ、ワッツ・レフト・フォー・ユー。全曲、ジョン・ゴムの作品、テレパシー・エイント・ノ・オバディ ゼアーズのおにいどつぴーいアフレードベカン、モーターサイクルキットディープカット、オービルパシャンフラワーメッセージイン、A ボトルダンスオブザラストライのエブリシング2011年、自身のウェブ上で3曲のシングルをリリース。そのうちの1曲パシャンフラワーが、スティーブンフライのツイートと、デイリーメール、デイリーテレグラフで取り上げられ、2012年初頭に、YouTube でのアクセス数が200万回を超える。 パシャンフラワーメッセージイン、A ボトルエイントノーバディエイントノーバディ、フィーチャリング、ダニエルトンプキンズエイントノーバディメッセージイン、A ボトルパシャンフラワー、ファンクからヘビーメタルに至るまで様々な影響を受け、アグレッシブかつ人を引きつけてやまない、パーカッション的なスタイルを持つ。彼のエネルギッシュな人柄は、ギタープレイ、歌ともに現れている。ブリッジギターレビューシュヘンクテベルドヒューイス。 一体どうやって一人の人間が文字通りワンマンバンドをここまで器用にこなせるのか。フルメンバーのバンドは自分たちを恥じるだろう。ザントマンマガジンシリーズにはこういう音楽家がいるということを人々はとても幸運に思っていることだろう。LEDSMUSICSCENE.net アコースティックギタープレイの未来を見た。それはジョン・ゴムと呼ばれている。 ブルーズマターズ氏、ありがとうございます。